What's up, everyone? This is Sora! How are you? I'm really good! As you can tell. Anyway, 俺、ソラの MC 番組、ソラズ先輩クラブ、始まりました！イェーイ！はい、この番組は、アイムソラがあらゆるジャンルの先輩をゲストとしてお招きして、先輩方から極意などなどを教えてもらい、世界のみんなにお届けするワールドワイドな番組でーす。イエーイ。そして、今日のゲストは先週と同じく、そしてこの方の最後の回です。加藤和樹先輩、よろしくお願いします。お願いします。いや、カズキ、これで最後なわけよ。最後なわけないじゃん。なんか慣れてきてちょっと寂しくなってきちゃった、逆に。まあまあそんなもんだよね、慣れた頃にさ、こう。そうね、お別れが来るのかな。そうそうそう。でもまたなんかちょっと呼びたくなったら呼んじゃうかな、もう友達だしな。まあまあもう一生会うこともないと思うけど。ちょっと待って、ちょっと待って、カズキ2カモンカモンつって呼んじゃうかもしれない。いや、面白いね、面白いね、君は。この前も聞いたんだけど、うん、まあ、マックス 100% だったよ、 100% だったよ、200じゃないよ、うん、100ね、はい。俺は今一体どれぐらい和樹に近づけてるかと、親密度的に。親密度で言ったらもう99は言ってる。お、マジで、うん、やった、すげえじゃん、親友みたいなもんじゃん、すごいじゃん。俺ら親友みたいな。いや、もうあと1個ですよ、あと 1% ですよ。先輩、お願いします。さあ、ごゆくで。急にキャラ変するじゃん。ちなみにね、この第3部はね、うん、もう俺のあのフリーな戦場でございますよ。一番やべえやつじゃん。そうよ、だからね、一番やべえやつじゃん、今回はね、フリースタイルも、カズキと一緒に遊んじゃおうかなと思ってる。題して、イケメンすぎるカズキは何をしてもイケメンでいれるのか徹底検証。みんなカズキがイケメンっていうことは知ってると思うんだけど、逆に言うと、このこれ崩せんのかななんてちょっと思ったりもしてんのが俺よ。マジで、もう崩したいななんてちょっと思ってるからさ、ちょっと本当に何を言ったりしてもイケメンかどうかっていうのをね、うん、チェックさせていただくでごわんす。いや、誰だよ、だから。アイムソラ。そう、あ、ソラね、ソラ。でね、これちょっと説明をします、うん、はい。まあ、どんどんお題を出すから、まあ、そういうシチュエーションに陥ったら、うん、まあ、カズキがどういうことを言うかっていうのをちょっとねチェックしたいの。なるほど。で、俺がもうちょっとねイケメンかどうかっていうのをね、このアイムソラが判断したいなと。お前基準。そう、俺基準。俺基準よ。いいよ、よし、じゃあ準備はいいかな。その顔やめろ。いやー、いつまでそのイケメンを保っていられるのか。アイムソラ、だんだん楽しくなってきました。イケメンでいるつもりはないんだけどね、全然。じゃあまずね、レベル1、うん、ででん、彼女が待ち合わせに1時間遅刻してきた時のセリフ。はぁ、あ、はぁはぁ、なんて言う。なるほど。でもこれ俺でしょ、俺として言うんでしょ。そうだよ。くっそ恥ずかしいじゃん。それで崩していこうっていう考えでございますよ、先輩。いや、これね、ほら、演じてるキャラとかだったら何とでも言えるけどさ、うん、俺で言うって結構きついぜ。あれも逆にしたら加藤和樹っていうキャラクターがいた場合、俺のリアルを知りたいわけでしょ。そう、そういうこと。え、言えばいいの。そう、言って、カメラに向かってお願いします。遅かったじゃん、何してたの。うん、よかった、いや、なんもなくてよかった、本当に。うん、いや、めっちゃ心配したからさ。なるほどね、真のイケメンは逆に心配しちゃうわけ。いや、心配なんない。いや、恐れ入りました。1時間も遅れてんだよ。いや、なんか俺だったらちょっとなんか帰りはしないかもしれないけど、ちょっとどっか行っちゃってイライラしちゃう。え、すごい。なるほどな、包容力か、分かった。いや、俺割と連絡がちょっと1時間ぐらい返ってこなかっただけど、うん、結構心配になる人。え、じゃあ、あれもめちゃめちゃ心配性で、 LINE とかもさ、すぐ返しちゃうの。返す。え、えらー。いや、だってさ、うん、連絡来てて1時間とかほっといたらかわいそうじゃない、うん、え、すごい。俺なんか既読するのもう千人みたいなもんだよ。いや、もう謝った方がいいですよ。既読するはマジでやめてあげて。確かに、アイムソラの関係者の皆様、
俺が連絡返さないことをこの場にてお詫びいたします。申し訳ございませんでございませんでした。いや、わかんないけどね。ということで、次のレベル2に行ってみよう。はい、まあ、だんだん上がっていくからね。こういう感じね。そう、こういう感じ、はい、彼女の手料理が思った以上にまずかった時のセリフ、うん、これどうよ。だって結構まずいんだよ。もしかしたらペッて入っちゃいたいぐらい。だいぶまずいな、それは。そう、だいぶまずいやつ、だいぶまずいやつの時に何て言えるか。OK、うん、俺だったらこうだ。そう、どうぞ。はい、じゃあいただきます。あ、作ってくれたんだ、ありがとう。おいしくねえな。どうした。おう、うん、あー、なるほどね。いや、でもね、あのやり方間違えてるだけだから大丈夫、おいしくできるよ。うん、才能ないわけじゃないから、今度一緒に作ろう。なんかイライラしてきた。なんでだよ。違う、お前が用意したんだろうよ。違う、言っちゃうんだ、まずいって。いや、絶対言うよ、うん、我慢しないで、まずいって言う。いや、言う、我慢しない、だってさ、言わなかったらずっとまずいまんまだよ、下手くそなまんまだよ。でもなんかそっちの方がかわいそうじゃない。かわいそうだけど、さっきみたいな言われ方したらさ、うん、なんかまずいもん作っちゃいたくないよね。なんかね、また聞きたいなーなんて。なんでだ、美味しく作れよ。ちょっと怒られたいなーっつって。頼むよ、美味しいご飯食べさせてよ。ここまで来ても和樹のイケメンは崩れねえか。よし、もうね、これ究極よ。何、この状況でイケメンとしていられるかどうか、うん、よし。彼女が浮気しているところを発見、うん、発見してしまった時のセリフ、うん、これは難しいね。難しいことはない、まあ、俺の中でも答えは決まってんだけど。本当？レディーゴー。あ、うわー、見ちゃったな。おい、ん、何してんの。え、今ちょっと友達と遊んでただけだよ。友達？本当に友達？うんうん、だって、うん、なんか小学校からの友達。うん、え、何くん。太郎くん。太郎くん、太郎くん。そっか、うん、ちょっと俺太郎くんと話があるからさ。え、なんでなんでなんで、なんで和樹が加藤くんと、太郎くんと、加藤くん、いや、加藤は俺だよ。太郎くんとさ、なんか会うの。いや、とりあえず太郎くんに話聞くから、ちょっと待ってて。うん、分かった、待ってる、うん、っていう、あ、何、分かった。ちょっと待って、これってもしかして彼女には何も言わずに男の方に行くってこと。いや、先に男行く。男の方に行って、こいちゃけ。いや、そこまではしないよ、うん、あの話し合いをするっていうことよ。太郎が、うん、もしね、仮に本気でその俺の彼女のことを好きなんだったら、うん、そこはもう彼女に、あの、委ねる、じゃあ選ばせる。その体で行ってみようか、次。いいよ、よし。そら、何、この太郎くんも、うん、お前のことが大好きなんだって。いや、だからその誠意は伝わったのよ、俺。知らなかった、うん、ただやっぱりこうやって俺がいないところで会うのはルール違反でしょ。だってお前は俺と付き合ってるわけじゃん。そうだね、うん、でも別にそんなやましいことなんて全然しないよ。そんな別に手もつないし。だったら俺はお前の答えを聞きたい。どっちを選ぶのかっていう。分かった、うん、じゃあごめんなさい、和樹。和樹が好きなんだよ。だから太郎、あんたもうどっか行って。あんたなんて知らない。どっか行って、あんたなんかどうせ何もくれないし。えいえい。ごめんね、俺なんかこんな彼女しかできなかった。ひどくない？そんな彼女だったら俺は別れる。ひどいよね、この彼女。そんな彼女だったら俺は別れる。分かった、アイムソラ、彼女力ゼロ。これやば。分かりました。いや、でもこれは彼女次第だね。でもなんかあれだね、なんか全部思ったけどさ、大人だね。か、イケメンだった。視聴者の皆さん、こやつはイケメンでございました。残念、なかなか剥がせないわ。このその3部から出てきたそのキャラ何なの。もうね、でね、ちなみにね、今さ、うん、ほら、いろんなシチュエーションで、まあ、うん、演じてくれたと思うんだけれども、うん、まあ、和樹って、まあ、例えば、まあ、ちょっと声優の話にちょっと絞ろうかな、うん、まあ、いろんなキャラクターをやってるじゃない、はい、まあ、それこそさ、ほら、イケメン戦国の伊達政宗とか、はい、まあ、いろんなものやってると思うんだけど、そのキャラクターの声決めるときって、うん、なんかどうやって決めてるの。まあ、セリフをいくつか読んでみて、うんうん、声に出して、うん、まあ、もちろん自分の中で一番しっくりくるものと、うん、まあ、あとはそのクライアントさんの、うん、あの納得のいく声、うんうん、じゃあ結構なんかもうセリフだけで結構そのキャラクター性とか読み取っちゃって、うん、事前に練習したりとか、まあ、そうね、あのセリフ、まあ、キャラクターのその特性だったりとか、うんうん、まあ、あと見た目、
あ、なるほどね。やっぱ声質ってやっぱ人それぞれやっぱ違うし、まあ、俺はやっぱ楽器でもあるから、うん、どうやったらどういう声が出るかなっていうのは、声優をやってから割ともっとその、まあ、研究っていうか、うんうん、こんな声も出るよみたいな、ちょっとね、じゃあ最後に、聞きたいことがあるんだけれども、はい、6月10日に、はい、発売する、まあ、ミニアルバム、アディクテッドボックス、はい、アディクテッドボックス、ね、まあ、これ出ると思うんだけど、ちょっと聞きどころとか聞いておきたいなと思って、それなんか収録曲はもう YouTube とか配信でチェックしてるんですよ。ありがとうございます。他にね、結構、あの曲数がやっぱりミニアルバムだから多いじゃん、どんな感じなんかなと思って、ミニアルバムでボックスシリーズっていうのはいろいろ出してきていて、で、今回はそのアディクテッドボックスっていう、タイトルを、つけたのね、で、ハマるとか中毒っていう意味なんだけど、曲が全部レコーディング終わって並べて、曲順も決めた時に、結構繰り返し何度も聴いてると聴けば聴くほどこうハマるミニアルバムだなって思ったんですよ。だから、自分で言うのもなんだけど、なんか一曲一曲それぞれ、ね、全然個性が違う曲ばっかりなんだけど、やっぱその1枚で聴いた時に、何とも言えないこうなんだろうハマる感覚、結構ライブを意識していつも曲もそうだし、作るから、ああそうなんだ、なんかその本当曲つなぎをお客さんもこう一緒に楽しむような、本当ライブに来てる感覚で CD も聴いてもらえると嬉しい、ね、ライブを想定して曲を作る、そうそうそう、あ、じゃあもう盛り上がるかとか、だからレコーディングの時 もう目の前にお客さんがいるつもりで歌うし、すごい、俺ちょっとそれめっちゃ気になってるから絶対チェックします、ぜひぜひチェックしてください、皆さんぜひぜひ Addicted Box チェックしてみてね、お願いします。はい、そらず先輩クラブの最後に、俺ともなかなか仲良くなったかなと思うんだけども、俺と、ででん、友達になってくれました。友達はちょっと、親友になりましょう。ちょっと待って、嬉しい、よかったら、じゃあ、いや、めっちゃ楽しかったよ、本当ありがとう、もう毎回俺やりたいぐらい、本当に、また呼んじゃおうかね、ちょっとさ、ハイタッチしない、よかったら、ハイタッチ、そう、へいって、せーの、大丈夫、壊れない、これ大丈夫、ハイタッチ、手でけえな、おい、イエーイ、あ、もうそうか、近いから、よし、おっ、やば、これ洗えない、やった、親友になれた、面白いわ、よし、ありがとう、カズキ、面白いわ、ちなみにね、じゃあそんな親友のさ、俺からさ、もう一個頼みがあるんだけど、その隣にさ、今さ、ガチャあるじゃない、前回やってくれたやつ、これね、そう、それ、はいはいはい、それにね、よかったらね、サインしてほしいんだよ、いいの、そう、してして、あ、そう、どこでもいいよ、なんか、じゃあ別にこれ私物化しようなんてそんなことは愛もそら思ってないですよ、ありがとう、カズキ、パッと見は、全然わかんないです、パッと見本当わかんない、ちゃんと下に書きましたんで、どうでしたか、海外の皆さんとかに向けていろいろお話もしてくれたと思うんだけど、いやー、そのやっぱね、グローバルなことをさ、やっぱこう自分で意識してやろうと思っても、なかなかさ、やっぱ日本にいるとできなかったりするんですよ、で今回やっぱ質問がね、やっぱ全世界から来てたそうだね、それだけで俺結構驚きだったし、で、空もね、たくさん、もっとたくさん来てたって言ってたから、だって南極以外多分全部来てる大陸そう、だからそれだけの人にね、なんかちゃんと見られてるんだっていう、日本人だからさ、やっぱ日本も大好きだけど、やっぱちゃんとね、そうやって世界で待ってくれてる人にも、やっぱ届けていかなきゃいけないなって改めて思いました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではソラーズ先輩クラブです。カズキカト、本当に、第1回目のゲストとして出演してくれてありがとうございました。ありがとうございました。ということで最後はさ、Thank you、バイバイで終わろうか。はい。よし、じゃあ行くよ。はい。せーの、Thank you、バイバイ。ありがとう。ありがとう、カズキー、みんなもありがとう。チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。